そうね。なんかわかんないよ。今日私と天海さん初対面で、せっかくなんで、ゆうりちゃんって私も呼んでいいですか？いいんですか？もちろんです。私はなんて呼べば、鈴代とか。あ、鈴代それでいいの？でもなんかこう、名字を呼び捨てできるようになると、確かに、ね、より親しくなった感じしますよね。フリーさんに近い感じがする。なんかもう、なんだろう、ねねって最初私のことなんて言ってくれてたっけ？さゆちゃん。さゆちゃんって言ってた記憶がある。うん、あ、本当、うん、じゃあなんか、私からいずれ。さゆみって本当は最近ちょっと呼びたい。おいおいおい。おい。いいね、なんか。わかんない。嬉しい。さゆって呼ぶ？逆になんかみんななんかさ、うん、さゆみんとかさ、さゆみとか呼んでない？さゆみんが、まあ、先輩方とか多くて、さゆもちょこちょこあって、さゆみって呼ぶのが、うん、クスノキともりぐらいだったのよ。で、ちょうどこの間、うん、別現場で、ともりと会った時に、さゆみって呼ぶのは、私だけだぞ。あ、やばいやばいやばい。やばい、やばい、怒られちゃうともりに。呼んでもらいたい、でも。嬉しい。呼んでほしい。さゆでももちろん嬉しいけど、さゆみ。じゃあ徐々に。ちょっと、何その、なんかさゆで定着してたところをさゆみにしてくれちゃう。いい関係。やばい、ともりのライバルになっちゃう。いや、全然、ともりじゃあいつか私もそこに登れるように。そこに登ってね。